8月21日、えーと、今日は水曜日う。なんかね、昨日あたりからね、お客さん少ないんだよ。なんか子供たちが、あの、毎日来てたはずの子たちが、なんか減った。あのー、どうやら来週、今週いっぱいで夏休みが終わりみたいで、あのー、おそらくだけどみんな、夏休みの宿題が終わってなくて頑張ってんじゃないかなと思いますけどね。はい。まあお客さん少ないですけど、あネットの注文は多いんで、そっち頑張っていきましょう。では。 今日ね大阪から来てくれた、はい、つばさくんです。はい、あの tiktok ではテリーマンとか言ってたんだけど、はい、違うらしいよ。<laughs> で本職はなんか絵を描く人なんだって。今話聞いててすごいなと思って。若いのにすごい思い切って、すごいですね。はい。なので、あのー、ちょっとインスタとかも、ちょっとなんかちょっとうまく書いとくんで、よかったらそれも。見てください。いはい、絵を描いて頑張ってます。りますはい。じゃあ、もうゆっくりしててください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。 vlog あさっきも撮ったのかもうでも夕方頃ですね、えー、今日もお客さん少なかったっすいやでもねあのー、翼くんまそ、あ、らくんか、あのーえー、芸術家絵描きさんが来てくれたりなんかして非常に良かったですはいあのー、そういうなんかさ、まあ、み長いこと店やってるといろんな出会いがあるから嬉しいよねはいちょっとそらくんの今後の活躍に期待 ただお店がその子供達でにぎわってるところを見せられなかったのは残念だなうん今週も厳しいかなねまあでもあの週末にまた新しいほら新発売とかもあるからそういうのでまた盛り上がるんでしょうかねまあ明日なんかもちょっとお客さん少ないかなまあでもいいですよちょうどあの町田君があの北海道旅行に行っててほぼ1週間まるまるいないんでええあのたくさん買い取りとか来ると困るなと思ってたんでちょうどいいっちゃちょうどいいっすわ はいえー、事務作業をやるべきことはいっぱいあるんで、えー、忙しくはしています。